ステーシー・ルイスは、アメリカ・オハイオ州出身の女子ゴルファーである。8歳の時に、両親の手ほどきにより、ゴルフを始めた。11歳の時に、背骨が左右に歪んでしまう、脊柱側腕症と診断され、1日18時間も、強制器具を体に巻き続けるというとても辛い、生活を余儀なくされた。18歳の時に高校を休学し、背骨の側腕部分に、 チタンの棒で繋いだ5本のスクリューを埋め込む手術を受けた。その後、アーカンソー大学に進学し、女子ゴルフ部の主力メンバーとして活躍した。16年に結婚し、18年に第一子となる長女を出産。産休を経て19年にツアーへ復帰した。プロデビュー戦の2008年、全米女子オープンではいきなり3位に食い込んで脚光を浴びた。 同年のファイナルキューティーでは、ミッシェルウィア・ミアサト・ミカを抑えて、トップで通過。2011年、クラフト・ナビスコ・チャンピオンシップで、初優勝、初メジャータイトルを獲得した。2012年は日本で開催された、水のクラシックを含めて4勝を挙げ、プレイヤー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。2013年には、米国人、選手2人目の世界ランキング1位に浮上し、 同年は全英理工女子オープンでメジャー2勝目も飾った。2014年は3勝を挙げて初の賞金女王に輝いた。太地はメジャー大会 DNP イコール出場せず、カットイコール予選落ち、T イコール複数の選手と順位を分け合ったグリーン値は優勝、黄色値はトップ10入りを表している。女子ゴルフ世界ランキング各年の12月31日時点での 順位、ありがとうございます。